渚清水と平野健介の割の本気です。この番組は脚本家渚清水とナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。イエーイそしてちょっと待って、イエーイでいきなりですよ。これが横滝横滝地の今横を走っておりますが、今回も車の中からお送りしてるわけですけれども、はい、今福生の横滝地の脇を通っておりま ましたこのフェンスに囲まれております。じゃあこのまま突っ込みましょう、フェンスにすぐ捕まりますはい、というわけでね、今やっておりますけれども、はいはいはい、あれ自己紹介してない、あ、順風男女の平野健介です。はい、そして脚本家の渚清水です。今、はいはい、でっかい飛行機が飛んでおります。すげえ、はい、かっこいいですね。そうなんですよ、乗ってまいりましたよ。あの米軍払い下げのいろんなね、はいはい、あのミリタリーグッズみたいなのを売ってるお店だとかがバーッと並んでたりだとか。そうなんですね。あとそれこそいわゆるアメカジ、アメリカンカジュアルみたいなもののお店があったりだとか、あと確かね、その米軍の人がもともとアメリカの人が住んでたようなアメリカンスタイルの住宅とかがある一角があったりだとかで、さすがよくご存知ですね。ちょっと曲がっちゃいますね。こっちが入り口なんですけども、でっけえもんが、そうなんです、すげえ。ちょっとね、折り返すために一回内側に入りますね。そうですね、いいですね。はいはいはい、手なわけで、手なわけでですね、はい、やってちょっとですね、だいぶあの話疲れてきましたので、そうですね、どっかで僕お弁当作ってきたんで、はい、ちょっとお弁当食べましょうと。マジっすか、はいはいはい、じゃあちょっとどっかに止めた方がいいですね、ちょっとなんか考えつつ、はいはいはい、こっち行くとね、アキルノっていうところに今向かってますね。アキルノ市でございます。アキルノに、そういえばね、でっかいジャスコとかがあるから、はい、あ、でもアキルノまで行く前に何かあるかなでっかいジャスコでご飯を食べ、うん、駐車場で駐車場でパチンコ屋、パチンコ屋ですね。あ、そこの駐車場、カラオケ、カラオケ、カラオケですね。じゃあそこの駐車場に行こう結局カラオケ屋行くんです。そう、結局あれなんだね。なんか吸い寄せられてるんですよ。呼んでるこれやってないんだね、きっとね、カラオケ屋さん自体。確かにね。じゃあすいません、ありがとうございます。食べさせてもらって、で、いや、ありがとうございます。いいえ、ではでは、はいはいはい、弁当を作ってきたんですけど、すごいね、はい、料理男子、料理男子、ちゃんと、しかも可愛い、可愛いやつ袋に入れて、そうでございます。作ってきたんですが、ですね、はい、ここにちょっとあの特別な調味料を今日持ってきました。出た、はい、すげえこだわるじゃないの。ちょっとですね、お、胸ポケットから出したね今ね。ちょっとこれを読んで食べるとより美味しく食べれるっていう、はいはいはい、もうちょっと持ってきたんで。何その手紙がスパイスっていう、なんかそのおしゃれ演出、何なの落とそうとしてんの違います。声出していいの。はい、あ、いや、いいや、これ一気に今声出すの恥ずかしいけど読んで、これでも叩かれるかもしれないよ、これ読んだら。じゃあ僕が読みますか。怖い渚さん読んでくれない。いやいやいや、読もうか。じゃあちょっと読んでください、渚さん。渚さんへ、はい、はじめまして、はい、SK48 の高柳茜です。いつも熱い応援本当にありがとうございます。割と本気です。毎週とっても楽しみにしています。お仕事で辛いことがあっても渚さんの声を聞くといつの間にか笑顔になってます。特に女子がゲストの時に露骨にテンションが上がっているのが可愛いなと思ってます。私もいつか出演させてね。それではまたお互い元気に会いましょう。 SK48 高柳茜PS なんと渚さんのためにお弁当を作ってきました。男の人だからちょっと少ないかも。召し上がれやったー修理からだというわけで、すごい最高のスパイスをね、うん、気恥ずかしいよ本当に気恥ずかしいよ、その、はい、これを平野くんが書いてることがもう恥ずかしいよ、ね、これはもうあの女文字で書いてほしかったんで、うん、はい、ちょ嫁さんに書いてください。高柳さんからちょっと弁当が来てるんで、やった、そのね、あの、はい、まあご存知だと思うけど、はい、チリっていうのは料理が得意なんだやべえ、下調べが、いや、はい、え、これ俺だけ用なの。 ありますよ、僕もありますけど。いやいや、びっくりした、はい、すごい、おにぎりとちゃんとデザートのプッチンプリンまで。プッチンプリンもありますね。じ
じゃあ開けていいですか。開けましょう。おにぎりが2つあるのと、あとタッパーに入った、はい、こちらは、はい、あタコさんウインナーと、はい、アスパラ炒めと卵焼き、はい、完璧じゃないですか。彩りのことも考えてくれてんじゃん。ちょっとちょっと、ありがとうございます。いい？これ。よかった。はい。ちょっと置いてもらって。はいはい。で、これもお箸も俺が使ってください。はい、使ってください。折りたたみお箸も。折りたたみお箸でございます。これ、しゅりちゃんが使ってるやつですから。マジか。やべえ、ちゅり。ちょっと。はい。返してくださいね。ちゅりにね。ちゅりに返すわけ。はい、いやー、はい、何ちょっと待って。あのね、はい、実を言うと、これのね、はい、収録前に、はい、平野くんからメールが、はい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 、メール LINE が来てまして、はい、凪さん SKE で誰が好きなんですか、はい、っていう LINE が来てたんですよね。はいはいはい、このためだったんです。いやちょっとでも凪さんに喜んでもらおうと思って、もうっていうかね、もうこれは若干恥ずかしい、はい、喜ぶっていうか手作りお弁当ですよ。すごい僕ですけど作ったの。いやいやいや、はい、チュリーからの、じゃあいただきます、はい、ちょっとじゃあ、タコさんウインナーいただいちゃおうかな。美味しい。これ、はい、本当にさ、はい、旗から見たら、はい、ゲイのカップルだよ、ね、どういうプレーなんですか。どういうふうに思われるんだろう、ね、雨の中車の中でそうお弁当続き合うっていう、ね、最高ですね。これが割と本気です。あ、これ本気だね。あ、アスパルうまい。よかったよかった。うまい。高柳あかねちゃんっていうのは、はい、実は、うん、3月に卒業っていう予定だったかな、うん。ところが、うん、このコロナで、卒業コンサート、横浜アリーナで卒業コンサートをやる予定だったのが、中止になっちゃったのよ。それでね、まあだから、図らずも卒業延期になってんだけど、今ね。そうなんだ。だから、その、うん、良くないことじゃない。コロナは早く収束してほしいっていう思いもありつつ、うん、はい、収束すると卒業公演が行われることになっちゃうから、まだ微妙な、ファンはね非常に微妙な気持ちなんで、うーん、まあね、華々しくね、うん、送ってあげたいみたいなね気持ちを。卒業コンサートをアリーナでできるってすごいことなのよ。あの48グループあんだけ人がいるから、全員の卒業の際にそんなコンサートなんかできないから。なるほど、そういう機会だったのにできなくなっちゃって、うんうんうん、まあだからでも同規模、まあ同規模は無理かもしれないけど、同じぐらいやっぱある程度華々しい卒業コンサートはしてあげたいねっていうのが SKE のスタッフも思ってるらしいし、まあね、ファンたちはもちろん思ってるし、うん、っていう子なのよと。まあ今ね、僕がこうやっておふざけで、はい、凪さんのね、うん、好きなアイドルのね、はい、チュリちゃんのね、はい、こう語ってやってましたけど、はい、ちょっと、うん、実は、うん、うちの事務所で、はい、元 AKB グループの子がいるんです。あ、なんか前もちらって言ってたよね、はいはい、そうなんです。誰だっけ。佐藤亜美奈ちゃんという、はいはいはい、子がいまして、うんうんうん、実は僕ちょっと仲いい、うんですね。すごい。すごさを知らずに仲が良くて、うん、一回ディズニーランドも行ったことがある。すごいね。なんかそれも言ってた気がするわ、前なんか。そうなんです、そうなんです。なんで、うん、で、実はそのディズニーランド行ったメンバーで、また遊びに行こうっていうので、うん、はい、年始ぐらいに、うん、富士急に行ったんです。おうおうおう、すげえ仲いいね。そうなんです。うん、バスタから新宿からバス乗って、うんうん、高速バス乗って行ってきたんですけど、うん、はい、そこで、うん、実は割り本っていうのやってて、うん、っていう話をして、おうおう、でちょっとアイドルがすごく好きな人がいるからうん、うん、ちょっとメッセージくれませんかって言ったんですよ、うん、って言ったのが、うん、実は先週暇だったのかな、うん、届きまして、はい、それがですね、なんと今日持ってきました。アミナちゃんからのメッセージが届いてるってこと、はい、アミナちゃんからナギさんへっていうメッセージがですね、ちょっと待ってよ、ございます。本当に今手紙が来た。ちょっと待って、これはアコちゃん書いたんじゃないの、はい、書いたんじゃない違います違います、はい、入ってない、ああ、何これ、 QR コード、 QR コードがあるんで、ナギさんとスマホで、ちょっとね、はい、読み取れるかな。いやいや、読み取りたいけど、読み取って、なんせポンコツなのよ。あ、待って、
大きくしてきたから。なんせバーコードリーダーはあるんだけど、はい、あのね、はい、その読み取るんだけどね、はい、遷移しないみたいなことになりやすいんだよね。これな、え、流すのはいいの、この権利的な。多分大丈夫だと思う。すごいの用意してくれてんじゃん、この、この日のために。いや、そうですよ。僕は本気なんで。っていうか、その、はい、お弁当とか、はい、あの、チュリの振りとか全部前振りそう。いやふんわり失礼ですね。まあでも、それは、それはもうでも。もうっていうか、だって妄想だからね、チュリからのとか。AKB ンゴっていう、その AKB の番組の中で、はい、AKB について説明する回みたいなのがあった時に、うん、先生やってた。アミナちゃんが。うん、あ、そんなすごいんだ。うん、そう。なるほど。で、あの、アミナちゃんセンター曲とかあるんだよ、ちゃんと。いきます。はい。このまま行こう。はい。あ、なぎささんへって書いてある。なぎさーん、順風男女の平野健介でーす。いつも割り本お疲れ様でございます。ですね、この度ですね、佐藤亜美奈ちゃんにですね、オファーをしようと思ったんですけれども、ちょっとあの怖くなっちゃってやめました。事務所に怒られるのはちょっと嫌だなと思ったので、そもそも聞いてません。あと僕ディズニーランド確かに亜美奈ちゃんと1回だけ行ったんですけど、その後、富士急に行ったって言ったじゃないですか。あれは嘘です。完全にね、話を持ってしまったわけなんですけれどもね、いつか、佐藤亜美奈ちゃんにね来ていただけるようなラジオにねなりたいなと思っておりますので、一緒に頑張りましょう。バイバーイ。はい、というえ、すぐ帰るよ、もうもう本当に恥ずかしい。本気で恥ずかしいわ、もう。もう、なんだったんだよ、このドキドキ、この数分のドキドキ、なんだったんだ。ちょっとドキドキしました？めっちゃドキドキしたよ。あー、よかった。いや、はい、確かにね、そんなわけねえなと思って。いや、だからね、途中俺聞いたでしょ、大丈夫なの、はい、みたいな。そう、大丈夫じゃなかった。なかったってことだよね。そうですね。だから言ってんじゃん、これ。だから言ってんじゃんよ。あ、いやー、もうマジ俺今本当に、はい、なあんま俺期待大しない人なんですけど、かなり今期待しちゃったわ。いや俺だ、あの今の映像でいきなり平野くんが出てきた時も、はい、こちらですってカメラが動いているのかな、はいはい、とまで思途中まで信じてたぐらい。ごめんなさい、ナギさん、そっか、そんなにか。ごめんなさい。いやー、ちょっと。なぎさんの順序を僕今踏みにいじったっていうこと今。っていうかさ、はい、いや、あの逆に聞きたいよ。はい。こんなに手かけてまですることなの？コロナって怖いですね。いやいや、本当に暇だったんだね。すごいね。いや。でも、はい、ある意味ありがとう。こんなに時間かけてくれて、俺のために。いやー。だって嘘、はい、最終的な嘘のための振りの嘘までしたってことでしょ、はい、そうです。なんなのこのしっかりしたドッキリ。いやー、ちょっとね、こうなんかこうすごいわ、なんかこうホルモンを出してほしい。いや、今でも相当俺、はい、あの上がったよ、もう恥ずかしいぐらいに。ちょっと、ね、多分あの、はいはい、ね、声量とかをちゃんと測ったら今俺相当テンション上がってたと思う。はい。いやー、すいません、ドッキリでございましたけどね。まあまあ、でもそうと分かったらちょっと今後もうちょっとアミナちゃんのことを調べてみようと、はい、ロードトゥーアミナとしてのこの番組にしていきましょう。確かにね、いつかも出ていただくっていうのも、ね、いや、おかしいと思ったんだよね。だってあの絶対ね、お金発生するでしょ、はい、そうこんな子に出てもらっちゃったら。そうでございますね。あ、まあでも実際、はい、今は声優さんをやられてるってことですね。今声優さんをやられております。で、今結婚されまして。あ、そうなんだ。年末ぐらいにですね、はいはい、あれ、アミナちゃんっていくつぐらいなの？多分30いかないぐらいですか。28じゃないですか。とかなのかな、うん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 、そうそう、チュリちゃんと同じぐらいじゃないですか。そうですね、チュリーが28かな、はい、28、うん、いやー、というわけで、よかった。
これがやりたかったんです今日僕すごいね、すごい時間かけてしかもグズグズしてなかなか見れるその間を渚が必死で繋いでくれる、一生懸命繋いでアミナちゃんのうっすら情報で繋いでさこれ本当アミナさんファンいたらちょっと俺怒られるんじゃないか、はい、いろいろ俺高柳あかねちゃんファンにも怒られそうだし、はい、怖いよこの回、そうこの、 配信するのが怖いよ、はい、ドッキリをやるに関して、うん、なぎさんが、うん、なぎさんはマジだから、うん、怒り出したらどうしようってちょっと不満はあったんですけどあーよかったよかった、いやでも、はい、ある意味俺のスマホで、はい、見るより、はい、ショックは減ったかも、その、はい、平野くんのパソコンで上げてくれたこと本当ですか、自分のだって自分のスマホにね、はい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 、元とはいえ、はい、アイドルがこう、はい、映って語りかけてくれる期待感ったら半端ないから、はい、それに比べたらだいぶ和らいだけど和らいでいいのかなって話そうだけどそっか、いやロードトゥーアミナにね、そうですよ、ちょっと頑張ろう、どうしたら出てくれるかな、もう人ドッキリで実はあの、はい、トランクに今いるとかそういうこともないんだとしたらもう逃げましょう、そうだよ、ね、トランクに住んでるとか、ね、怖すぎるよ本当にドンっつって怖い怖い、ね、いや渚橋口と平野健介の割と本気です、毎週土曜日小説投稿サイト小説家になろうにて渚橋口の連載小説が投稿されます、ぜひそちらもチェックしてみてください。